僕は昨年まで福岡に単身で行ってたのでデビュー住まいだったんですね。で端末ダゾーンで、よく見てました。新幹線の中とか、家で一人いる時とかなんか本当よく見てました。いろんな、チャンネル変えながらね、まあ、本当にね違う球場とかね気になってるチームとかね、点差どうなってるのかなとかもうすぐ見れるんで非常に良かったと思います。どこでも見れるわけじゃないですか。そう、見たいときに。これってだから親父は子供の時に思ってたやつですよね。移動してなんかテレビ車の中でテレビ見たいなとかって子供ながらに思ってたのが今現実として車の中でも見れるし、またいろんなゲームが見れるんで本当助かる。野球好きにはたまらないですよ。プロからしてもあれじゃないですか、他のところ研究するのも。いやそう、確かにそうですね。昔はだってそれを撮ってかないと、録画しておかないといけない、データなんか。そうそう、撮らないとダメだったのが今個人で見れますからね。自分で、気になるピッチャーだったりも見れるんで非常に助かります。現役時代にこういうシステムだったら使ってたと思いますか。もちろん使ってますよ。と見直しっていうかそれもできるわけでしょ、ね、だったらその前の夜とかに癖とかも見れるわけじゃないですか。もう一回そのデータのおさらいもできるし、昔だったらもう本当に当日行って相手のビデオを見たりとかデータを調べたりとかしなきゃいけなかったのが前の日もできちゃうんで、結構時間があるからいいんじゃないですかね、選手からしてもね。打ったのはどのコースだとかね、どういう球種で打ったのかとかね、反省もできるし非常にいいと思うんですよ。僕らの時代はなんかもう地上波しかないじゃないですか、でもうジャイアンツ戦がほとんどなんで、今のがファンが多いんじゃないかなと思う、感じしない。九州にいてもヤクルトファンはいっぱいいるだろうし、もうヤクルト試合も見れるわけなんでね、本当にこう野球ファンの層が広がったのかなっていう気はしますけどね。ファンあってのプロ野球なんでね、非常にいいことだと思います。そうなってくるとまたね違う映像が見れるわけでしょ。臨場感たっぷりの映像にそのうちなるんじゃないかなと思います。もしかしたらね、まあね、そうかもね。好きな角度から見れたりとか研究もできたりとか、ね、だから僕ら伊藤友のスライダーがすごかったじゃん、実際立たないじゃん、同じチームなんでですよね。だから実際どんだけ曲がってんのってやっぱ体験はしてみたいですよね。なるほど。石井和久のストレートがどんだけ速いのかとかね、体験できないですもんね。人とのスライダー本当に立ってみたいね。えぐいと思いますよ、ね、体験できる感じになるんですかね、そしたら面白いですけどね。そうですね、それやってくださいよ。やりたいですよね。どうぞ、お願いしたいですね。昔の人はどんだけすごかったのかとか、伝説の人が分かるかもしれない。沢村愛さんも見れるかもしれないです。確かにそういう風にだんだんなるかもしれないですね、この映像技術が進んでいったら。それできたらすごい、面白いですよ。できそうじゃないですか、だって今のこの時代でもすごい進化してるわけなんで、夢のことが将来には叶ってることが多いんで、本当ですね、すごいなると思いますよ。だって江戸時代の写真白黒が今カラーになって出てきますから、だから映像だってもしかしたらできるかもしれないです。そう、昔ほらあの、マラソン大会とか、歌合戦とか、野球のイベントね、そうあったじゃないですか、あの野球選手の OB のなんか企画とか、こういうのもあってもいいのかなと、そう試合とバラエティーと、そういうのがドキュメンタリーとかね、そういうのもあっていいですね。あとあれですよ、新プレー、高プレーあれやってほしい。もう今少ないじゃないですか、地上波ね。高プレーって言っても高プレーじゃないのもいっぱいありますけどね僕から言わすとこんなの普通じゃんっていうのは結構僕のレベルが高いのか分かんないですけど、そうです、まあだからそういうとこですよまあそういうのも番組していただけるとこれなんか足合わせてるじゃんみたいなね、いいね、だから分かるし、ラゾーンさんでそういうのやったらいいじゃないですか。この一つのプレーだけちょっとチャチャ入れるとか、それはありかも。副音声みたいなやつ作って言いたい放題の野球観戦じゃないですけどね、まあ、現場に行けなくなっちゃうレベルです出入り禁止になっちゃう
素直に本当野球が好きな人たちが全チーム見れるっていうのは本当に魅力なので、本当入った方がいいと僕は思います。はい。